名古屋市営地下鉄桜通り線久屋大通り駅に来ています。今回は堺駅の一駅北側にある久屋大通り駅周辺の再開発を見ていきたいと思います。堺周辺の各エリアで定期的に再開発の動画をアップしています。今回は久屋大通り駅周辺の再開発をお送りします。前回の訪問は2021年の夏です。約9ヶ月経った進捗状況を見ていきます。名城線桜通り線が通っている久屋大通り駅周辺のこちら3つの再開発をお送りします。桜通り沿いの朝日丸の内ビルというオフィスビルの跡地の再開発です。地上25階、高さ約85メートル、163戸の高層マンションとなります。オフィスビル中心の桜通り沿いに高層マンションが建つわけですね。東側には KDX 桜通りビル 78.8 メートル、西側には損保ジャパン名古屋ビル高さ80メートル。この2棟よりも若干高いマンションが建ちます。近くの歩道橋から見ています。まだ低層部を構築中ですね。一昨年12月の様子です。まだ旧建物の解体後の更地のままでした。建設地を近くから見てみましょう。このチャンネルでは鉄道新線、新駅、駅前再開発などを見ています。興味がある方はチャンネル登録をお願いします。マンションは南北に長い形状をしています。施工は中堅ゼネコンの佐藤工業です。建物のデザインが掲示してあります。京阪系の高層マンションブランドファインタワーは名古屋初となります。京阪は今池駅近くにマンション用地を取得しており、そちらもファインタワーブランドになると思われます。建設地を北側から見ます。資材が多数置いてありますね。そして建設地のすぐ北側にマンションギャラリーが設置されています。マンション販売完了後もそのまま別用途で使えそうな立派な建物ですね。マンションだけではなくてこちらの跡地利用も注目されます。2023年12月竣工予定です。こちらの白いビルが閉館したセントラルパークアネックスビルです。アネックスビルはこの字型をしていて、真ん中の茶色いビルが別に建っています。こちらは駐車場への出入り口があった場所です。白い囲いが設置されてますね。真ん中のビルは今後も営業を続けるんでしょうかね。この地形の敷地だけで再開発するのか今後の展開が気になります。アネックスビルのメイン出入り口があった場所がこの付近です。奥の方まで囲いが続いていて、1階全体が囲われています。2階で営業していたカフェファンディングの形跡が残っています。中に入っていた店のいくつは地下街などに移転しました。東側から見るとこんな感じです。東急ハンズは2022年秋に堺地区のどこかに移転開業すると公式発表済みです。1986年地区の地上12階のビルです。解体工事の案内が見当たらなかったので、解体ではなくて改装の可能性も若干ありそうですよね。地下に降りる階段も閉鎖されています。
こちらの透明部分にエレベーターがあったみたいですね。アネックスビルの南側には小さなビルが数棟あります。開発するとしたら単独となるのか、それとも他のビルを含めるのか、そちらも気になりますね。閉店間際のアネックスビルの様子を少しだけお送りします。こちらがメインの出入り口付近、このように閉店セールを行っていました。久屋大通りと桜通り沿いにある高立地です。今後の展開が注目されます。前回建設中だったアーバンネット名古屋ネクスタビルが2022年1月に竣工しました。大部分がオフィスですが、1階と地下1階は店舗が入っています。ネクスタビルの東側および南側にある2棟がアーバンネット名古屋ビルという既存のビルとなっています。まず南側、画面右側にあるのが3階建ての商業施設ブロッサです。そして奥、東側にあるのがアーバンネット名古屋ビルのオフィス棟です。3棟をまとめてみます。ブロッサとオフィス棟はデッキ接続されているようです。以前は住友商事名古屋ビルという1974年築のオフィスビルが建っていたようです。そして桜通りの向かい側にはそれよりも古い1964年築の名古屋パナソニックビルが建っています。一昨年12月の様子です。まだ低層部の構築中でした。去年6月、低層部以外の外観は完成していました。アーバンネットは NTT 都市開発のオフィスビルのブランドです。全国の主要都市でオフィスビルを提供しています。2階にはシェアオフィスや入居者用ラウンジがあるようです。既存のアーバンネット名古屋ビルは地上22階、高さ 99.58m、2005年築です。北側から見るとネクスタの方が一回り小さくなってますね。高さも若干低くなっています。久屋大通り公園を挟んで先ほどのアネックスビルと対象の位置にあり、こちらも便利な場所ですね。最後にビルのエントランス付近です。以上、桜通り沿い中心に動きがある久屋大通り駅周辺エリアです。ご視聴ありがとうございました。